新党は女性が自分軸を作るための講座なんですけども、1回、2回、3回ってあって、1回目はその女徳について、女性のあり方について座学として学んで、2回目は洗顔をすることでこう美しくなっていく自分をよくこう鏡で見る、そうすることで自己受容していくっていうステップ。で、3回目のウォーキング講座では、歩き姿を確認して、姿見鏡を見るんだけれども、その全身の自分の姿勢とか歩く姿を見ることで自分を受け入れて自信を持っていくっていう、そういう3つの講座をやることで自己肯定感、自己受容していくっていう講座です。なんで洗顔講座を入れたかというと、こう顔をこう洗ってきれいになって、その鏡で見ると、その自分がきれいになっている自分っていうのを鏡で映して、どんどん自分を好きになっていくんですね。で、好きになるっていうのが、その自分軸を作るために大切なことだと私は思ってる。自己肯定感って、もう存在自体に価値があるっていうことなんですけども、それぞれ人それぞれ、私にもいいところも悪いところもあるんだけど、それも含めて全て認めて、もう私は私でいいんだ、存在していいんだと思うことを自己肯定感だと私は思っています。娘がある時、私なんて生まれてこなきゃよかったでしょって言ったんですよね。そんな風に思ったんだろうって思った時に、私自身がそう思わせる言葉がけをずっとしてたっていうことに気がついたわけです。自分自身がそもそも否定的な考え方をする思考だったわけですね。自己肯定感を持ってなかったってこと。自分自身が親に認められないで育ってきたっていう印象があるわけです。自分を受け入れてなくて自分を否定していたから、言葉も知らず知らずそういうふうに娘に対して言葉がけをしていて、子供は否定的にそういう発言をしたわけですね。だからそういった時に、自分はどうしたらいいんだろうって、そこでやっと自分の内側とか自分自身の考え方、生き方っていうのを見つめ直して、自分自身が自分を嫌いだったわけです。で、自信がなかったし、どうやったら自己肯定感に育めるかって、変えられるかっていうのを、つい最近かな、3年ぐらいかけて取り組んだ。親子の関係を見つめ直したっていうのと、あとは小さな成功体験を積み重ねられるような、チャレンジをし続けました。で、これでいいんだ、私はこれでいいんだっていう自信、受け入れを積み重ねて、3年ぐらいかかったけれども、そこでやっと自分軸ができて、人からの評価を求めないで自分はこれでいいんだっていうふうにいつも思えるようになった。自分軸を持っている人って、やっぱり自分軸を持っている人を引き寄せていく。自分軸を持っている人っていうのは、お互いが自立している。でも自立しててもお互いが共生し合う。そういう仲間が増えていくことで、周りもどん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 変わっていって、周りも影響されて、どんどん自分軸を持っていく人に変わっていくんじゃないかと思って、自分軸を持っている女性が増えていくと、なんだろうな、女性自体が元気になれば子供自体も元気になると思うんですね。もともと女性が元気なところって、地域が元気になったりとか、座学では女性のあり方っていう女徳について話してもらったんですけども、女としてとか母親としてどうしたらいいのかって迷ってた時に、この本に出会って、そこの見開きですぐにね、ここ「女子は大地のようなもの」って、これを読んだ時に、私自身が大黒柱になろうと思ってすごく迷ってたっていうことに気がついたんですね。でも女性はそもそも大地のようなものであり、男性との役割は違うんだっていうことに気がついたんですね。
でそれでその女徳について女性の在り方、男性と女性はそもそもが違う役割なんだっていうところを改めて教えていただきました。その子供が、私なんて生まれてこなければいいんでしょって言った言葉で、それをすごくこうなんでなんだろう、どうしたらいいんだろうと思った時に、娘のその子育てをどうしようかではなくて、私自身を変えなければ変えられないと思ったわけですね。その答えは外側にあるんじゃなくて、子供に接している私自身の内側に答えがあるんだって、私自身が大黒柱になろうとしていた、でも実は女性はそもそもが大地なんだっていう、その自分の内側の考え方を変えたわけですね。で、私がその自分軸を、自己肯定感ができた後、日本人である私っていうものをその好きになりたいと思ったんです。川越八幡宮で町ゼミをやってくれたんですね。でそこで私は参加しました。日本の神様のことも神社のことも知らない日本人だなっていうふうに気がついて、もっともっと知りたいと思ったんですね。古事記の中にもその八百万の神様が男と女の神様がいて、でそれがとてもこう人間臭い、生き方とか暮らし方をしていたっていうのを聞いたことがあるんです。だから川越は縁結びですごく有名だけれども、でも人の人生って縁を結んだ後の方が長いじゃないですか。ってことはその夫婦が円満であり続けるその秘訣っていうのがきっとね、古事記の中に書かれていると思うんですね。でそれをぜひともね、川越八幡宮の岸の権禰宜にその秘訣を話していただきたいと思って、教えて古事記っていうのを企画をしました。